紀伊中野島駅は、和歌山県和歌山市中野島にある、西日本旅客鉄道半和線の駅である。駅番号は、JRR53、旧和歌山線ホーム。高架は、半和線。大阪と和歌山を高速に結ぶことを目的として、建設された、半和電気鉄道の中間駅として1932年1月1日に、開業した。当初から築定上にある駅で、 この駅のすぐそばで、既存の鉄道省和歌山線の線路を乗り越えていた。この当時、国鉄和歌山線は、東側のタイノセ駅からまっすぐ西へ向かい、和歌山駅へと通じていた。その後、双方の連絡を行うために1935年1月1日に、両社の交点付近に、国鉄が木の中の島駅を開業させ、 同時に、半和電気鉄道の駅は102メートル南の高天付近に移転した。この時に、国鉄が建設した駅舎が現存する駅舎で、またこの時に、半和電気鉄道が建設したホームが現存するホームである。国鉄、半和電気鉄道がそれぞれ駅舎を設けていたが、1936年9月25日に、半和電気鉄道の駅名を国鉄に合わせて聞いたかの、 島と解消するとともに、半和電気鉄道側の駅舎は撤去され、駅を共同使用するようになった。その後半和電気鉄道は、南海鉄道を経て国鉄に買収され、国鉄半和線となり、半和線と和歌山線の乗り換え駅となった。半和電気鉄道が乗り入れた東和歌山駅が重要になるにつれて、 和歌山線のタイノセ駅から東和歌山駅へ乗り入れる線路が1961年に完成し、1968年には従来の和歌山駅を木は駅へ、従来の東和歌山駅を和歌山駅へ改称した。この貨物支線経由の旅客列車は当初、準急列車だけであったが、やがて普通列車にもこちらを経由する列車が設定されるようになった。 1972年3月15日のダイヤ改正で、和歌山線の定期列車がすべて、和歌山駅へ直通するようになると、タイノから東駅を経由して、キワへ向かう元来の和歌山線は支線へ転落し、1974年9月30日、限りで廃止となった。これにより、東駅は、阪和線単独の中間駅となり、乗り換え駅としての機能を失った。 2008年8月に、この駅のホームの屋根を支える鉄骨が、ヤワタ製鉄所が創業を開始した当初に製造した、レールを転用したものであることが発見された。レールを転用したホーム屋根骨組みは各地に存在するものであるが、ヤワタ製鉄所の創業当時のレールは珍しく、日本の重工業、鉄工士の面から、貴重な産業遺産と評価され、2009年に、 産業高校学会の推薦産業遺産として認定された。和歌山線との乗り換え駅となった当初は、和歌山線側が短距離運用のガソリンカーのみ停車としたため、阪和電気鉄道側もガソリンカーに連絡する特急、急行のみ停車していた。同年11月の改正で、和歌山線の通過列車が、和歌山市き最終一本のみとなると、阪和側の停車本数も増加し、 1937年6月の改正ですべての特急、急行が停車するようになった。国有化し、国鉄阪和線になった後は、快速列車の停車駅となり、1993年3月17日までは一部の快速列車が停車していた。その後、2011年3月12日のダイヤ改正で、奇襲時快速の多くが、ひねの駅和歌山駅間で、 各駅停車としたため、朝のラッシュを終えた、時間帯のみ快速が停車するようになった。上屋の装飾が、特徴的なホーム相対式2面2線のホームを持つ、高架駅で、開業時からの古い駅舎が、現在も残っている。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。かつてこの駅が、和歌山線との乗り換え駅であった名残で、駅舎から和歌山線ホームを通って、 半和線ホームへ達する構造であるため、2016年現在も、和歌山線ホームの痕跡が残るものの、旧和歌山線ホームは、駅舎付近が、半和線ホームへの通路として使われている他は、閉鎖もしくは撤去されている。駅舎は2016年現在は、単なる、待合スペースとなっている。校内にグループ会社の研修施設、JR 西日本メンテック和歌山道場がある。 和歌山駅が管理している無人駅である。自動改札機、簡易型自動券売機が設置されており、IC カード、移行貨を利用することができる。トイレは改札外に男女共用組取式のものがある。自動改札機は以前は扉のない簡易型であったが、2017年5月27日に扉付きの自動改札機に変更された。和歌山県統計年間によると、 近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。周辺は主に住宅地である。以前は以下の停留所が存在したが、2020年3月末をもって路線と共に廃止された。ありがとうございます。